はい、皆さんお疲れ様です。アンダーテイル続き始めていきたいと思います。前回は蜘蛛の巣みたいなところにたどり着いたんだったかな。で、蜘蛛の女の子は可愛い可愛いってずっと言ってたような覚えがあります。なんだこれ、え、蜘蛛の巣は踏むとなんかあるのか。ん、ねえ聞いた、え、何、ちょっとあれだね、今まであんまりなかったホラーっぽい雰囲気ですね。横縞のシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。あの、可愛い女の子いるかな。しかも人間は雲が大嫌いなんですって。ああ、まあ、ちょっとね。フォルム的に苦手な人は多いですよね。人間は雲を踏み潰すのが趣味なんですって。そんなことはないかな。それはちょっと言い過ぎだな。雲の足をちぎるのが大好きなの、やったことないね。あ、待って。足が取られてるかも。かなり。今襲われたらかなりやばいんじゃない？雲もね、それに人間は。あ、やばい。動けない。あ、さっきの子だ。めっちゃ可愛いよね。ものすごくケチな、ごめん。ケチでしたね。あなたのグルメなお口には私たちのスイーツは合わない？それはどうかしら。あなたのお口は私のドーナツの隠し味にぴったりよ。一個買ったんだけど、あ、可愛いこの子やっぱり。マフェット。めっちゃ好みだわちょっと待って、そっか、あの9999円買った方が良かったのかな。てか音楽めっちゃ良くない？うわ、音楽めっちゃいいな。え？あ、マジで？じゃあ、とりあえず10ゴールド払います。このターン、マフェットの攻撃が弱くなった。あら？どうしたの？そんなブルーな顔して。わわ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 わ。え？え？あなたには紫の方が似合っているわ。どういうこと？怪しい紫の蜘蛛糸に囚われた。え、紫だとどうなるんだろう？お金上がってる。もがく。体をよじてみた。マフェットは口に手を当ててクスクス笑っている。どうしたの？嬉しくないの？あ、なるほど。このラインにしか動けない。あ、この方が面白いな、でも。あ、これ楽だわ。次はクモ。クモたちはシンクロダンスを踊った。逃がす。もうすぐ美味しいケーキになれるのに。あ、これ面白いね。やば、でも、まあ、うん、まあ、うん。やりやすいっちゃやりやすいかな。え？クモ倍？マフェットはカップにクモを添えてくれた。お金払うしかないのかな。アタック 38.8、18.8。お家にされたらご用心。逃がしたい。そうだよね。お家って蜘蛛の巣だもんね、完全に。うわー。でもこの方がまだ避けやすいな。自由に動けるよりも。なんだあれ。もがく。体をよじってみた。手を叩いて笑っている。あなたの魂で蜘蛛たちはみんな幸せになれるんだから。やば。ちょっと待って。なんだあれ。あー、なるほど。これドーナツかな。次は、なんだろう、カップケーキかな。締め付ける蜘蛛糸をマフェットは綺麗に整えた。ちょっとお金払ってみようか。このターン、マフェットの攻撃が弱くなった。あ、そうだ、私のペットを紹介するわ。ちょうど朝ごはんの時間ね、二人ともね。鬼かよ。え、なにこれ、なにこれ、え、やば。わー、見にくい。でも、交互だからいいね。あ、これあれか、お金払ったからもしかして簡単になってる。は？え？てか、音楽めっちゃいいんだけど。やばいやばいやばい。ちょっと、これめっちゃ難しい。むずい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 。やばいやばいやばい。これ、待って、やばい。焦ったー。あれ、お金払ったから簡単になってたのかな。体をよじってみた。その動きが愉快だったので、マフェットを割引してくれた。あなたのことを教えてくれたモンスターは、ん？何？やばい。やばいかもしれん。体を締め付ける蜘蛛糸をマフェットは木に整えた。インスタント麺食べましょうか。お湯が沸くまでしばし待つべし。お湯が沸いた。鍋にラーメンを入れた。ラーメンが茹で上がるまであと4分。ラーメンが茹で上がるまであと3分。これもしかして全部ある？すげえ、こんな演出あるんだ。これ戦闘中だからの特殊演出なのかな？ラーメンができた。あまり美味しくない。粉末スープを入れた。ちょっとマシになった。美味しくはないが少しはマシだ。魂を取ればお金をたくさんくれるって言ってたわ。もっとあれなのかな、寄付とかしてればこんな戦いになったりしなかったのかもしんないね。あと9999円払ってるとか。あー、めっちゃ可愛いんだけどな、この子。笑顔が可愛くて、やば、やば。でもこれちゃんと避けられるように設計されてんだろうな、きっと。失敗した。次はブーメラン。ちょっとお金払ってみようか。このターン、マフェットの攻撃弱くなった。体の形が変わるところが、ん？
体の形が変わるところが見えた気がするのよね。あーなるほど、これは難しいな。これ簡単になってて、これか一瞬わかんなくなるわ。110円か、厳しいな。あれ、そろそろランチの時間、ペットに餌を。いやーこれか、やばいな、やばいぞ、マジでやばいぞ、死ぬかもしれない。やっぱさっき簡単になってたわこれ。よし行きましょう。できるだけ上の方をキープして、でもキープしてると結構しんどいんだよな。はい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 、あやばやばい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 、危ねえ。どうしよう。あーもっと持ってくれば宇宙食食べましょう。あれだけのお金があれば雲一族がまた一緒に、あなんかお金を集める理由があるのか。ごめんなさい、見てるイライラするかもしれないけど難しいんだよね。次は何だあれ、目。あーもうちょいもがいてみようか。しかし何も起こらなかった。でもね、遺跡には雲たちがずっと閉じ込められているのよ。へえ。あ、そうなんだ。やばい、やばい、死ぬ。死ぬ。焼きたての雲の巣の匂いがする。ホットキャット。にゃにゃにゃん。ドアの下から外へ出たって、スノーフルの寒さに耐えられないし。いや、この真ん中にいるのが正解だったな。どうしよう。お金払うか。このターンマフェの攻撃が弱くなった。だけど、あなたの魂を売れば、ヒーター付きのリムジンを借りられる。待って待って、これ逆にむずいんですけど。今の、あれだよね。お金払ったからゆっくりになってんだよね。余計、あ、やば！え？全部来るってこと？無理じゃね？ダメだ、お金払おう。しかも、残ったお金で旅行にだって行けちゃう。それか、野球場でも建てようかな。言ってることめっちゃ可愛いんだよ、この子。怖いけど、あー、くそ。マジむずい。え、どうしよう、もう回復アイテムないんだよね。棒切れとかなんかある？ねえ。そろそろディナーの時間ね。さあ、これしかボスでしょ。やばいな、これやばいな。やばい、やばい、これ死ぬかも。あ、ダメだ。回復アイテム足んない。諦めてはいけない。ちょっとやばいやばい。多分これあれかな、さっきのとこまで追いついたか、これ。やり直してんですけど、さっき、やばいやばい、死にたくない死にたくない死にたくない。さっきのとこまで行ったんじゃないか、これ。まだ生きてるの？あ、すんだっぽいね。ペットちゃん、デザートの時間よ。ん？え？遺跡の雲たちから電報？遺跡であなたを見たですって？あなた、私たちに寄付してくれたのね。私、すっかり誤解したみたい。てっきり雲が嫌いな人かと思って、魂を奪いていた人たちは、きっと、別の横島のシャツの人間のことを言っていたのね。迷惑かけちゃってごめんなさいね。お詫びに、またいつでも歓迎するわ。次からお金もいらない。ぐるぐる巻きにして、ペットと遊ばせてあげる。今逃がしてあげるね。え？逃がしてくれるようだ。これちなみにさ、なんかさ、どうなの？ちなみにこの状態でお金払ったらどうなんだろうね。払ってみる？お金受け取ろうとしない。え？あ、かわいい。もがく。そろそろお一人いただける？あー、ありがとう。お金くれなかったね。とっても楽しかった。また来てね。いやー、よかった。あとちょっとだったんだね、さっき。いや、一回戻ろう。無理無理。蜘蛛の巣も踏まないようにしてるわ、さっきから。あー、怖かった。マジでしんどかったわ。あれ？戻ってきてみたんだけど、いないね。あ、あれ？何も変わってないわ。なんか来た時はさ、なんかくれるって言ってたのに。買っちゃった。さっきと同じだね。さっきとっていうか。あ、うん。無理。なんだ？じゃあ戻ろう。ちょっとね、戻ってきたらいたわ。え、なんか、どうなんだろう。あら、来てくれたのね。あなたならいつでも歓迎よ。ただし、お行儀よくね。あ、なんか売り買いはしてくんないんだ。あ、この子ほんと可愛いよな。なんか知らんけど私の、あれですね。性癖に刺さりますね。ああ。でもあれだよね。トリエルさんのさ、ママのお城で、もし寄付してなかったらどうなってたんだろうね。まあ、みんなあそこはみんなするか、普通に。でも多分してなかった場合は別のことが起きるんだろうな。あ、見てなかった。そろそろ開演時間のようだ。何か？あ、ちゃんと読めばよかった。まあ、あの人間は、またかー、メタトンだっけ。もしかして、私の運命の人？ロミジュリかな？ちょっとドレス着てんの腹立つなこいつ。
こっからまた殺す流れになるのかしら。でも俺、こいつさ、自作自演だと思ってんだよね、さっき。え？あなた、逃げてよ。王様に、見つかる。ミュージカルなのかな？これ、机叩いちゃった。人間は、敵なの。あ、悲しい。けれども。あ、あ、これ、すんでいいの？檻に。うっとしなー、こいつ。これ上いけんのかな？あ、いけねー。きっと、ぶっ殺される。なんだっけ、アルフィ？アルフィと、絶対こいつ組んでると思うんだよな。これでお別れー。ちなみにごめんなさい。私、オンチなので、合ってるかは知りません。バイバイ、涙が出る。長いんだけど。はい、終われ。とても悲しいわ。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。じゃ、さようなら。え？うわ。ジャストミートでそこじゃん。え？ああ、一体どうすればいいの？私の運命の人は、地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は、卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわ。あ、なんと恐ろしい。カラータイルのパズルよ。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けが。これあれだよね。緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとバトルになる。あの？これ説明したよね。100個ぐらい前。100個前のエリア。だって、ピンクを通ればいいんでしょ？それから急いだ方がいいと思うよ。なぜなら、30秒以内にクリアしないと、え？バーナーで、焼き殺されちゃうからね。あはは、やば。かわいそうなあなた、悲しみなまり、笑いが止まらないわ。それじゃ、頑張って。人間が、落ちたよ。え？覚えてないんだけど。ピンクは OK でしょ？え？ん？え、覚えてないんだけど。え？え？死ぬ？これ。え？これ。え、これやばいかな？処刑だ。めっちゃ怖い歌歌ってるけど。え？どこも行けなくない？これ。あ、詰んだわ。おっと残念、時間切れだ。では約束通り、火炙りになっていただきましょう。てか、詰んでた気がすんだよな。もう逃げ場はないぞ。絶対、絶命、大ピンチ。あーもうダメだ。ここでアルフィーがどうせ連絡してくんじゃないの。え？ほらね。大変、今助けてあげるから。ファイアーボールをハッキングするね、ほらね。おの、なんということだ。優秀なドクターアルフィーにまたしてもやられた。やおやろ。その通りよ。メタトン、観念しなさい。あなたに私たちを倒すことはできない。私たちは最強のコンビよ。あなたのパズルもここまで。諦めてお家に帰りなさい。なんだって？パズルはここまで？アルフィー、寝言は寝てから言ってほしいね。緑のタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい？音が鳴って、モンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは僕のことさ。もうなんか、全く怖くないよ、こいつ今。あ、この音楽かっこいいよね。黄色い声を上げる？キャー。黄色い声を上げた。しかし何も来らなかった。さあ、お別れの時間だよ、子猫ちゃん。はい。はいはいはい。ん？君の電話？早く出た方がいいよ。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ秘密の機能をつけたの。黄色いボタンがあるよね。行動メニューを開いて押してみて。携帯の行動？これか。黄色いボタンを押した。携帯がメタトンのボディに共鳴している。なんだその黄色い光は？ん？ん？ん？俺の体で何をした？お前は。今だよ、Z を連打して。だから倒さない主義なんですけど。これだって倒そうとしてるでしょ？うおー。そんなバカな。やられた。なんということだ。君は思ったより強いようだ。さよなら。完全にやおやな、これ。いや、やった、倒したね。すごい、すごいよ。まあ、友達が欲しかったのかな。まあ、俺、ちょっと今回のルートは、みんなに優しくしようと思ったよ。君のおかげだよ。え、そんなことないよ。あなたが頑張ったからだよ。私はどうでもいい機能を携帯にプログラミングしただけ。あのね、変に思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな。あなたに会う前はね、私、自分のこと好きじゃなかったんだ。ずっと自分なんて出来損ないだって思ってた。
何かやろうとすると必ず誰かをがっかりさせちゃうってそう思ったの。でもね、あなたのガイドをやってみてから私自信が湧いてきたよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。それはそうと、コアはもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから。さあ、行こう。いやー、やっぱり、八百長でしたね、予想通り。なんかうさんくせえなと思ってたんだよ。メタトンがもうすでに怖くないもんね。なんかあの、料理教、うわ、ホモだ。ヤッホー。あ、うーっす。てか、あんたをぶっ殺す話、あれしばらく延期したからさ、アンダイ姉さんには内緒な。幸せそうだ。あ、両思いだったんだ、よかったね。お、君はこの前の。ここを映ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげだよ。アイスクリームを全部買ってくれてね。というわけで君に売ってあげられる分、あ、マジか、アイスクリームないんだ。僕のピカピカのスマイルさ、どうかな。ありがとう。はいはい。まあいいか。これ左右はなんかあるのかな。上が多分、順路ですよね。ああ、はいはいはい。こう繋がってんの。あそこ落とされたもんね。そういや、そうだ。で、こっちは？あ、なんだっけ、ヒートフレームマンじゃん。ヒートフレームマンだよね。はい。え？え？まさかこの俺が負けるなんて顔え？うん、ヒートフレームマンだよね。え、わかんない。違ったらごめん。うん。これで戻れんの？あ、そうだな。少しアイテムとか買いたいな。L1 行って、ちょっとアイテムとか仕入れてこようか。ちょっとしんどくなってきたわ。ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっとね、いくつかアイテムとか買ってきたりしたんで、先に進んでみましょうか。ん？あ、あ、サンズだ。ちょっと待って。ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて、お買い得商品が揃う。あ、先にこっちで買い物した方がよかったか？よ、コア行くんだって？その前にオイラと飯でも食わないか？いいよ。よし、じゃああんたらおごりな。こっちだよ、オイラ近道知ってんだ。あ、待って、ショップ行きたかったんだけど、まあ行けるか。ほら、もう着いた。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。よっぽど家に帰りたいんだな。やっぱ終わりの方なんだもう。まあ気持ちは分からなくもないぜ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きてくってのも悪くないぜ。ここには食い物もあるし、友達だっている。そんなにまでして帰り道あんのか。なんだろう。いや、やっぱり忘れてくれ。オイラはあんたを応援してるぜ。なあ、面白い話してやるよ。オイラはスノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ないか見張ってるだけだから毎日暇でさ。でも森のずっと奥に鍵のかかったでかいドアがあって、これがギャグの練習にぴったりなんだ。ある日、そのドアをお客さんの代わりにして新作ギャグを練習したらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声で突っ込みられたんだ。何言うとりまんねんってさ。だからすかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいなってさ。そしたら突っ込みに突っ込むやつがあるかいなって返されて、そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ。今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで、だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていいって言うからどうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わないって言うんだ。何がって聞いたら、こんなに近くで話してるのにとうまい遠くなんて。これ英語だとどういう表現だったんだろうね。すげえ気になるな。ビビったね。このおばさんただもんじゃないって思ったよ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちまって、パピルスが寝る前に本を読んでやらないといけない。いいお兄ちゃんだなお前は。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラその後も何度もそこへ出かけていって、動画越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。トリエルさんなのかなそれ。でもある日、おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。どうかその人間を守っ、トリエルさんだよね。やっぱり守ってあげてって。オイラ約束すんのって好きじゃないんだ。しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。だけど、寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら、嫌だなんて言えないだろ。つまりどういうことかわかるか？おばさんとの約束。あれがなかったら、あんた今頃どうなってたと思う？そう。そっか。お前は今頃、とっくに死んでいた。え？そんな顔すんな。からかっただけだ。それにオイラ、あんたのことちゃんと守ってやっただろ？おかげで。あんた一度も知らなかったじゃないか。どうした？そんな顔して。あれ？倒れた後話しかけてるのってサンズなのかもしかして。決意を、なんか、力に変えろみたいな。オイラ何か間違ったこと言ってるか？すげえ怖いんだけど。
はは。ま、話はそんだけだ。じゃあ気ぃつけてな。あんたのこと大事に思ってくれる人がいるからさ。トリエルが、結果的にはトリエルが守ってくれたってことだよね。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃ複雑な建物を作る自体がしきたりになっちゃって、三歩進めばパズルに当たる困ったもんだよ。これなんか、このキャラクターすげえマザっぽいんだけど。僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わせてできてて、レイアウトを自由に組み替えられるんだ。いやしかし、今日は楽しかったな。僕、パズル大好き。これあれじゃん。お笑い長みたいな。わし漫才師で、今日は営業に来ておりますね。おかげさまで人気者でして、ただ、うちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけれども、アイスのネタおもんないですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、もう親としては恥ずかして。笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて、そんでせがれは家を出てしもたんです。それきり大手へん。わし、父親失格ですわ。ははは。イントネーションわかんないね。ごめんなさいね。笑えまへんがな。エセ関西弁イントネーションにイライラした方はごめんなさい。許してください。芸人ダンサーサンズ、今は休憩のようだ。はぁ。そっか、一瞬見せたサンズの顔っていうか、本性っていうの。あれはどこまで本当なんだろうね。どこに行ったんだ、サンズ。向こう行ったよな。え？レストランに来たけど予約するの忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱについた水を舐めてるのさ。これ何、レストランって予約しないと入れないの？で、人いないじゃん。いいやんけ、別に。あ、怖。いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。それからテーブルと食器と食材もご予約。あ、そうなんだ。じゃあしょうがないね。まあそういう一元さんお断り的な感じなのかもしれないですね。そんな店行ったことないけど俺。メタホテルへようこそ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方も、まだここの住人の方も、ごゆっくり おくつろぎください。ただの通りすがりですって。ではごゆっくり お通りすがりください。でも会話のすべてがウィットに飛んでんだよな。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。落ち着いてねえだろ、どう見てもむしろ。大混乱だろ。え、ってこっちになんかあるっつったよね。これ何？あ、別にないんだ。あー、びっくりした。怖ー。ジャンクフード。かじった跡がある。ふざけんなよ。空っぽのピストル。カウボーイハット。謎の鍵？待って。お金足んない。え、鍵か。鍵はなんかあった方がいいかすんな。二人について。路地裏のアリゲッティ。路地裏のアリゲッティ。この子は親友のキャッティ。キャッティ、この子は親友のアリゲッティ。え？あ、怖っ。商品について。そこのホテルで売ってるものって、マジ高すぎ無理。でもうちらが見つけてきたものは、マジ激安やばい。だから、てか、普通全部買うっしょ。商品はどこで仕入れる？てか、武器とか食べ物とかあるとこっつったら、ゴミ捨て場以外あり。でも高級ゴミだし、そうそうめっちゃ高級やばい。ゴミはどこで仕入れる？てか、ゴミショップにゴミショップ？まあ大体はウォーターフェル。へぇ。ゴミ箱にピストルとか捨ててあってやばい。ウォーターフェルなんだ。メタトンについて、あ、そっか、ウォーターフェルのあったか。メタトン激ヤバ。メタトンは私の嫁。メタトンは私の嫁。うちら二人ともメタトンの嫁。メタトンがまだ気づいてないだけ。メタトンは誰が作った？てか、メタトンってアルフィーが作ったんでしょ？まあ、そう言われてるけどね。でも、メタトンはいつも、俺は俺のアイデアから生まれたんだぜ、みたいなノリで。それに、完成した直後から、アルフィーとはずっと前から友達でした、みたいなノリだし。でもあの二人、もう友達じゃないんだよね。知ってる。でも私とアリゲッティはずっともだよ。アルフィーについて。アルフィー？前はこの木、あ、そうなんだ。うちらのお姉ちゃんみたいな感じだった。つっても、ゴミ捨て場とかに連れてってくれただけだけど、でも、いいゴミが見つかる場所教えてくれたよね。あの子、変なアニメ見るの好きだったよね。でも、そのうち、王室の研究者になって、そうそう、その後は全然会ってない。王室の研究者？アルフィーはずっと、アズゴアのことめっちゃかっこいいって言ってて、だから、絶対間違いないよね。メタトン作ったのは、アズゴアに褒められたかったから。魂のあるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし。で、メタトンを見たアズゴアは、アルフィーを後ろに呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィーって、何も発明してなくない？てか、アルフィー自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなしなんじゃない？マジで？ちょっとはリア充した方がいいよね。ほんと、うちら見たく。アズゴアについて。アズゴアって、マジウケる。超いい人、大好き。みんなそういうね、大好きって。すごいいい人なんだよって。人間なんてさっさと滅んじゃえ。
そうか。売るはできんの？うちら特に欲しいものはないかな。グラマーバーガーいらない。うちら別に欲しいものないし、でもメタトンがお尻にサインしてくれたら1000ゴールド払う。マジか。謎の鍵がちょっと不審。あ、ちょっと待てよ、もしかしてあれか、アンダイの家の鍵かこれ。ちょっとお金貯めてこようかな。ちょっと待ってて。謎の鍵を買ってみたんですよ。で、特殊、曲がっていてキーホルダーには付けられない。で、これ多分アンダイの家なんだけど、ここじゃないかなと思ってんだけど、あ、違うのか。なんだ。はい、勘違いでした。じゃあこれどこで使うんだ。もっと先で使うのかな。どうしよう、とりあえず手に持っときましょうか。ただ時間的にちょっと今回いい感じなんで、この辺りにしようかな。次回は、なんだっけ、ホテルの方に向かってたかな。で、サンズがね、ちょっと怖い顔見せたんで、でもサンズってなんやかんや冒険についてきてくれてるなと思ったんだけど、一応あれがなのかな、多分トリエルさんとの約束で守ってくれてるんだよね。パピルさんも向こうにいるもんね。まあ多分そろそろエンディングが近いんじゃないかなっていう雰囲気なんで、どういう結末を迎えるのか、ちょっと楽しみにして、引き続き頑張っていこうと思います。よし、じゃあ今回は終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると非常に励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。